はい、大人気ブラブラ YouTube 始まりました。ましたよ、ね、300人ぐらいの方に厳選してお届けしているブラブラ YouTube。 そうです、今回は久々にお邪魔しました、はい、東京国立近代美術館、はい、怪しい絵展、ね、見ました。怪しいし知らないのがいっぱい、ね、そう、知らないのが多かったですね、うん、この子、うん、あの大正期の京都画壇面白いでしょ。面白い、面白い人たちがいっぱい、ね、うん、大阪画壇なんてのもあるんですか。大阪画壇、はい、北野常富あります。北野常富、うん、覚えておかなきゃ。常富、常富ね、良かったよね。良かったですよ、全体的にも良かったし、全体的に良かったでしょ。良かった。じゃあ何が印象残った？私はビアズリーが見れたことが嬉しかったです。ビアズリーね、あー好きなんだ。そっか、基本印刷だからいっぱいあるからね、ビアズリーは。うん、まあ、俺はあの作品と関係なく冬中仮装ですよね。いや俺もさ、冬中仮装あんなに説明させられると思わなかったんだよ。最初分かんなかったけど字を見た時には字を見ると分かるみんなと思う。確かにそうなんだよ、字を見るとそうなんだけど、虫からあれが生えてるって、ね、知らない、それは知らない。高い漢方屋行ってみ、売ってるから注目していこうじゃ、うん、関係ないけど。もうなんかさ、いろんな、はい、いろんな病気にこれは冬中仮装が効くって言われて、もう必ずブームになるやつなんだよ。いやすごいね。ボロさんはいかがでしたか。いや俺さ、海の翔太郎とかね、気になってたのがさ、みんな注目しちゃって値段が上がってって、で京都からのあの辺面白いなと思って、はいはいはい、今回さ、やっぱりあれならさ、最後に上村松園持ってこられちゃうとさ、あなるほど、ちょっとあの格がね、ちょっとすごいですね、格が違うんですよね。そうなんだよ、一気にでも死ぬんだよ、ダメだよ、本気の人出しちゃうと思って、ストロングスタイルの対価が出てきちゃうと、ちょっとその色、まあいや言うて面白いけど言うて色物なのかなみたいな。そうか、でもだから逆に面白いんだ。面白いです ね、確かそうなんですよ、グズの時でも思ったんだけど、うん、あんまりすごすぎちゃうと怪しさってなくなっちゃうんだよ ね、うん、逆にね、うん、そうですね、言われてみればそうだな、はい、というわけでいろんな怪しい絵が大集合した東京国立近代美術館怪しい絵展の放送は火曜日の夜8時ございます。ぜひご覧ください。はい、ということで今回もですね、おぎクイズを始めたいと思いますね。はい、でこの後ろの絵にもなって、はい、後ろの看板にもなってる絵ですね、うん、こちらですね、はい、横串は表紙に使われた小説ね、岩井さんの勃起協定、うん、これの本当の意味って分かりますか。本当の意味、これまあ五郎さんは知ってるだろうな。俺だって岡山のジーンズメーカー担当だったから岡山弁だよ。もう岡山って言った時点で、まあこの人知ってるなって感じになっちゃった。もうはいはい、勃起協定、これそう、勃起協定、てみて、関西弁とも違うのね。岡山弁、岡山弁なんだ、この勃起って今も使われてます。千鳥だったら分かるってこと。分かんない、昔の岡山弁だと思うこれ、うん、勃起協定、うん、まあ、今回の漢字のね、まあ意味合いもちょっとあるんですけども、岩島子さんの勃起協定は一応ホラー小説だよ。あ、はあはあはあ、なるほど、すっげえ、お、ボッケー、すっげえ、うん、協定、ボッケーね、言い方がそうもね、そう、ボッケー、協定、協定、協定、だ、怪しい絵展のな、すっげえ、協定、協定、怪しいじゃない、すっげえ、怖え、正解、本当、よくて言ってたな、本当に、共栄、共栄で、協定か、協定で、協定が怖え、すごいすごいね、よく持ってったそこまで、さすがだね、やっぱり想像力の天才だった、さすが、答え知らなくてそっちから持っていくからね、ああいうイメージからさすが天才だ、素晴らしいです。はい、すっげえ怖えです。はい、わかりました、はい、それではまた、さよなら、ボッケー、さよなら。